俳優館ハヌルが入隊を控えて短く切ったヘアスタイルを公開し心境を伝えた。カンハヌルは11日自身のインスタグラムに髪を短く切る写真を複数枚公開した。これと共に友達と撮った写真を掲載しながら僕が大学のフレッシュマンになった時この友達に会いました。そして大学でオールドマンになっていく頃この弟たちに会いました。 今は10年近く、そして8年近くになりますね。ずっと昔。その時から考えていたんですけど、僕が軍隊に行く時は必ず一行ずつ僕の頭を沿ってほしい言いたいと。それがついに実現したんですねと説明した。カンハヌルは僕が掲載するこのインスタグラムが僕の人生20代に掲載する最後のインスタグラムになると思います。 僕はあまり書き込みをしないので、そして言ってくると30だから、あまり年齢が高い方ではないことは知っていますが、20代最後のインスタグラムである意味不要してみますと明らかにした。また、20代を振り返ると様々なことがありました。その時間を振り返ってみると無駄な時間はないことを知りました。本当に大切な瞬間瞬間が集まっているんですね。 本当に楽しくて面白くて幸せです。本当に愛らしい作品に愛一つの作品も愛していない作品がないということは本当に幸運であり、振り返った時、笑顔にしてくれる力だと思います。僕が歩んできたフィルモグラフィーにキスをしてあげたかったです、と打ち明けた。彼は今この時間にも応援してくださって心配してくださる、たくさんの方々から、 メッセージと電話をいただいているのですが、心配なさらないでください。いつも、世界のその人の心の状態に合わせて、世界を見せてくれるらしいです。楽しい心構えなら、きっと楽しいことがたくさんあると思いますと付け加えた。最後に彼は、新しい環境、人、雰囲気。すべてが楽しみで、楽しそうです。いつも笑顔で2年間を過ごします。 実はもう2年でもないですね。僕を知って、僕が知っているすべての方々、今一番幸せに過ごすことを心より祈っております。それじゃこれで、この楽な携帯電話ともしばらくおさらばと入隊前、最後の挨拶を伝えた。カンハヌルはこの日の午後2時、ロンヤマ、ノンさん訓練所に入所する、2016ネットアジアンミュージックアワーズ以下、ママが、 グローバルミュージックアワードに生まれ変わる。11日、ネットは11月25日から12月1日までベトナム、日本、香港の3つの地域で2017ママを開催すると明らかにした。アジア最高の音楽受賞式になったママがより一層規模を拡大し、アジア全域が音楽で一つになるママウィークを繰り広げる予定だ。 2017ママは11月25日土曜日に、ベトナムホアビンシアター、ホアビンティーターを皮切りに、11月29日、水曜日日本横浜アリーナ、11月30日、木曜日に W、香港と12月1日金曜日に香港を、ナワールドエキスポ、アレナで開催される。アジアを代表するアーティストの出演と交流を、促すとともに、 アジアの音楽産業を引っ張ってきた専門家を称える専門分野の受賞式を強化する。各国のアーティストが他の国で行われる受賞式にも登場し、祝賀公演を披露する計画だ。一週間の祭りを通じて、名実ともにアジアを代表する音楽受賞式として、ママの地位を一段階グレードアップする戦略だ。 これまでアジアの1カ国で1日のみ開催されてきたママがベトナム、日本、香港で1週間にわたって開催されることにはアジアの音楽市場における交流拡大の意思が盛り込まれていると言える。文化と経済の中心地で数年間ママの開催地だった香港はもちろんアジア最大規模の音楽市場を有する日本の象徴性は言うまでもない。 そして今年国交正常化25周年を迎えるベトナムは音楽市場の成長性を評価され東南アジアの新しい大国として浮上している CJE&M は3カ国で開かれる2017ママが音楽で一つになる場になれるようアジア最高のアーティストを起用し観客がアーティストとより近いところでコミュニケーションして楽しめるプログラムを準備している CJE&M のシン・ヒョン・グワン音楽コンテンツ部門長は、ここ9年間培ってきたノウハウをもとに、ママを拡大して開催し、最大規模のアジア音楽受賞式であることを確かなものにする年、2017ママが音楽を愛するアジアのすべての人々が楽しめる最高の祭典になれるよう頑張ると明らかにした。今年で9回目を迎えた、ママは脳、一総合コンテンツ企業。 CJE&M が主催するアジアを代表する音楽受賞式だ。1999年、ネット映像を音楽大賞として始まり、韓国音楽産業の成長とともに着実に成長し、約10年間韓国で開催され、2009年からママになった。2010年からはマカカ皮切りに海外に進出し、2011年にシンガポール、 2012年から2016年まで、香港で開催され、単純な年末音楽受賞式を超え、世界の人々が楽しむ最大の音楽祭典で、グローバルコミュニケーションの窓口、アジア大衆音楽の拡散の場として定着した。安全不干渉なのか、無理なスケジュールの成果、グフレンドから DIA まで、アイドルグループの交通事故が相次いでいる。昨日、10日、 グフレンドはスケジュール移動中に事故にあった。原因は、マネージャーの不注意だ。10日、グフレンドの所属事務所、ソースミュージックは、今回の事故は、運転者である、当社マネージャーの不注意で発生した事故で、まず、被害者の皆さんにお詫び申し上げますと明かした。続いて、事故直後、病院を訪れで精密検査を受けた結果、メンバーのイエリンは、右手の小指に捻挫診断を受け、 マネージャーと残りの5人のメンバーの軽い打撲症以外は幸い以上はないと診断されたと付け加えた。ソースミュージックは現在グフレンドは帰宅して安静をとっており今月13日リリースを控えているカムバックスケジュールは予定通りこなす予定だとし今回のような事故がまた起きないようより徹底的に気を使い注意を払うと話した。グフレンドは 今月9日の午後、インチョン文革、文白競技場で開かれる、インチョン関流観光コンサートに出席するために、移動していたところ、交通事故にあった。軽い怪我ではあるが、カムバックを待っていたファンにとっては、驚きのニュースだった。また DIA は、昨日、10日、交通事故にあった。DIA もマネージャーの過失が問題だった。 DIA の所属事務所 MBK エンターテインメントは10日、本日、蚊や、小屋市でのサイン会に移動するとき、軽い接触事故によって、予定時間より遅くなったこと、お詫び申し上げます。驚いたであろう、被害者の方にお詫び申し上げます。サイン会に遅れることをご了承お願いしますと明かした。DIA はこの日の午後、サイン会の会場に移動する途中、ソウル間南、 ハンナム大橋近くで運転者であるマネージャーの不注意により前方車に当てる接触事故を起こした。幸い、両、グループとも軽微な怪我に止まったが、事故の原因がマネージャーの過失にあっただけに注意が必要だろう。しかし、相次ぐ事故が必ずしも一人の不注意のせいなのか、振り返る必要がある。過密なスケジュールから減らすべきだ。3年前、 ガールズグループレイですことは、無理にスケジュールをこなしていたところ、交通事故に愛死亡者が出た。これは人災だった。メンバーは、ペグでのスケジュールを終えて、ソウルに戻る途中で、交通事故に遭い、その結果メンバーの子ウンビと、クオンリセが若くして、命を落とした。これもマネージャーの過失が問題だった。過密なスケジュールをこなすマネジメントの、慢性的な問題ではないか。 改めて確認する必要がある。交通事故。グーフレンド。事務所が公式コメント発表。マネージャーの不注意が原因。全文 DIA。サイン会へ移動中に交通事故。現場で、直接ファンに謝罪。